おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。タッキンズのぬやんです。今日は保育士試験過去問令和5年前期子どもの食と栄養問12の解説を行いました。今回は妊産婦さんの食生活ということで、また重箱の隅をつつくような意地悪な変え方をしている問題となっています。それではどうぞ。2023年前期子どもの食と栄養問12、次のうち妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針令和3年厚生労働省の一部として、正しいものを丸、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A. 無理なく体を動かしましょう。 B. 乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで鉄を十分に。 C. お母さんと赤ちゃんの体と心のゆとりは周囲の温かいサポートから。D. 妊娠前からバランスの良い食事をしっかりとりましょう。 E. 主菜を組み合わせてタンパク質を十分に。この問題の正解は丸、×、丸、丸、丸、2番となります。今日も深掘り解説始めていきましょう。この問題のポイントは、問題の選択肢をどうやって減らしていくかというところになるかと思います。では一度問題文に戻ります。この妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針の文章自体は読んだことない方がほとんどかなと思うんですが、常識の範囲内で減らしていける部分があるので選択肢見てみましょう。まず A、無理なく体を動かしましょう。妊婦さんが無理なく体を動かすというのは丸で大丈夫だろうということで、A は丸。次、B、乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで鉄を十分に。これちょっと怪しいですね。これ一旦置いておきましょう。C いきます。お母さんと赤ちゃんの体と心のゆとりは周囲の温かいサポートから。これも大丈夫ですね。丸でいけると思います。D、妊娠前からバランスの良い食事をしっかりとりましょう。これも×になることはないですよね。ということで、A、C、D が丸。そして E、主菜を組み合わせてタンパク質を十分に。この主菜とかタンパク質っていうのはちょっと引っ掛けに来てるんじゃないかなっていうところで、まず A、C、D が丸というのを考えると、3、4、5番がまず消せると思います。そうすると選択肢1番と2番が残るんですが、比べてみると2番の方 B が×になっているだけなので、つまりは今回の問題、この B の選択肢が丸か×かっていうところだけを見れば大丈夫かなという問題です。E に関しては主菜がタンパク質なのかって迷ってしまっても大丈夫です。ではこの B の文章を分析してみましょう。乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで鉄を十分に、鉄を十分に摂取してくださいということですが、鉄というのが元素記号 Fe、 ミネラルの中の微量ミネラル。微量ミネラルというのは1日に必要な摂取量が 100mg 以下のものを言います。鉄は微量ミネラル。血液のヘモグロビンに含まれて酸素を体内の細胞に運んでくれます。その他、免疫や筋肉、脳、代謝の機能を助けてくれます。鉄が不足してしまうと貧血、それから免疫機能、神経機能、骨の代謝の低下を起こしてしまいます。で、今回大事なのが、鉄が何に含まれるかというところですが、鉄は血液に含まれていますので、動物性のもの、特にレバーとか、それから青魚などですね。また、非ヘム鉄という、ちょっと吸収率は落ちるんですが、緑黄色野菜、ほうれん草や特に小松菜など、それから卵、大豆などの豆類やアーモンドなどのナッツ類、そして海苔やひじきなどの海藻類にも含まれます。ということで、B の問題文と大体は似ている感じに見えるんですが、この一つ目の乳製品というのがここには出てきていません。では、B の文章、鉄ではなくて何なのかというと、乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などに多く含まれているのは、こちら、カルシウムでした。カルシウム、元素記号 Ca、ミネラルの中でも、1日に必要な摂取量が 100mg 以上の多量ミネラルに分類されます。カルシウムは、生体内に最も多く存在するミネラルで、骨や歯の主要な構成成分となっており、細胞分裂や筋肉の収縮を助けてくれたりとか、神経興奮の抑制、それから血液凝固作用も促進します。で、これは有名かと思いますが、カルシウムが不足すると、骨や歯が弱くなってしまいます。カルシウムを多く含んでいるのが牛乳や乳製品、チーズやヨーグルトなど、それから緑黄色野菜、小魚、ナッツ、豆類などですね。よって B の文章は鉄ではなくカルシウムの説明でしたので、B が×となります。ということで、ここまでで問題の答えは分かったかと思います。ではこの E の方も一応見ておきましょう。主菜を組み合わせてタンパク質を十分に。
主菜というのは肉や魚、卵、大豆などを使ったおかずの主役となる料理、つまりメインディッシュですね。こちらの定食の図でいくと主菜はどれになりますか？この焼き魚が主菜となります。つまり主菜というのは肉や魚、卵、大豆などタンパク質がたくさん含まれているものになりますので、問題文の通りとなり E は丸です。こちらは農林水産省が出している食事バランスガイドです。1日に何をどれだけ食べたらいいのかというのをコマの形と料理のイラストで表しています。このコマの形を見てもわかるように、一番多く必要なのが主食、ご飯やパンや麺などの炭水化物ですね。そしてその下が副菜、主菜、そして1日に少しずつ取ってほしいのが牛乳、乳製品や果物となっています。で、このコマは水などの水分を軸として運動をすることで回ります。で、さらに端っこにピロンと出ている水色の線がお菓子など嗜好品がコマを回す手助けをする紐という風に表されています。今回の主菜というのはこの部分ですね。タンパク質を多く含んでいるもの。保育士試験では、例えばこの主食が1日に5から7つ必要とか、副菜が5から6個必要とかいうのもよく出てきますので、一緒に覚えてください。こちらが実際の妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針となります。よかったらスクショしてください。では問題に戻ります。次のうち、妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針の一部として、正しいものを丸、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、無理なく体を動かしましょう。これは丸。B、乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで鉄を十分に、ではなく、カルシウムを十分にでしたので、B が×。C、お母さんと赤ちゃんの体と心のゆとりは周囲の温かいサポートから。こちらも丸。D、妊娠前からバランスの良い食事をしっかりとりましょう。D も丸。E、主菜を組み合わせてタンパク質を十分に。こちらも丸でしたので、丸、×、丸、丸、丸。この問題は2番が正解となりました。今日もお疲れ様でした。